楽ちんやけど寒い寒いさ、金剛さん工場でしていかなあかんか。ロープウェイ前で車を止め、車に乗せていたチャリンコで金剛山登山口へ行きます。ここから歩いて千早城を経由で金剛山へ行きます。一周するような感じで元へ戻っていきます。はい、金剛山今から行きます。千早城階段がすごいらしいけど、今日はここまで頑張っています。まだ半分も来てんのに、大汗かいてます。気温が摂氏3度らしいです。でもまあ汗かいてます。段がこのように高いです。マッサーに会いました。はい、今から頂上を目指します。はい、一旦下って金剛山行きます。道に雪が積もってます。ちょっと歩いてみます。はい、金剛山山頂です。はい、難なく来れました。上り一辺倒の道だから、ちょっと疲れました。回帰するバリ方や。桂木神社、ここが一番高いところです。実質、金剛山の山頂です。雪が降ってきた。はい、行者館岳が見えます。これが右が八経ヶ岳。はい、今日はロープウェイで駅が休みなので、この電仏坂の方へ行きます。